7番の石原が動いていって、おっと中段からは4番の岡崎。さあ近畿勢も四国勢の動向を待ったをかけるような感じになりました。さあ後ろから動いた四国勢なんですが、中段から先に近畿勢が動いていって、6番の吉田がこのラインの3番手に切り替えて、さああとは7番の石原、石原が前を抑えに行きまして、送り出して岡崎が4番手キープ、1番の北鶴が7番手になりました。ジャンマイ主導権を握って7番の石原、四国勢がかける展開。さあ地元の岡崎4番手キープで、そして6番手に6番の吉田敏弘、一方人気を集めた九州勢後手に回る展開となりました。飛ばしていく飛ばしていく、7番の石原颯、まずは初日風を切るのが7番の石原、そして2番手キープが3番の小倉で、3番手は9番の渡辺、4番手ここでまくっていきました地元の岡崎、4番の岡崎がまくっていって、さあ四国勢を捕まえにかかる、2番の村上ちょっと連携が乱れている、あとは九州勢は後手に回って4コーナー回ってくる、さあ岡崎だ、4番の岡崎、岡崎先頭で五輪。